はい、哲也です。今日はね、日本は孔子学院を放置してよいのかというテーマでお話ししてみたいと思います。8月13日にね、ポンペイオ米国務長官は、中国政府が米国の大学内などに設置している、孔子学院を統括するね、孔子学院米国センターを大使館や領事館と同様の外国公館に指定するとね、発表しました。孔子学院とはね、表向きは中国語やね、中国文化の普及のための非営利教育機構となっていますけどね、実態はどうなんでしょうね。かねてからね、中国共産党による世界規模のプロパガンダ、つまり政治的な宣伝工作活動やスパイ活動の拠点として使われているとのね、疑いが持たれてきましたよ。実際ポンペイオ長官はね、孔子学院は中国政府と中国共産党の宣伝工作部門から資金提供を受けているとね、明確に指摘していますしね、中国は米国の開放性につけ込み、米国内で大規模な宣伝活動や影響力拡大工作を展開していると厳しく批判しました。孔子学院米国センターが外国公館に指定されるとね、今後同センターは米国内での人事や保有資産を米国政府に報告することが義務付けられるようになりますからね。米当局にとってはね、孔子学院の工作活動の、実態把握がね、容易になることは間違いないでしょうね。工作活動をしているとすれば、ある程度これで実態がね、明らかになってくるということではないでしょうかね。米国務省は2月と6月に、人民日報などね、中国共産党及び中国政府系のメディア計9社をね、政治宣伝機関と認定して、ね、外国公館と同列の扱いとして、米国でね、活動する記者らの保有資産の届け出を義務付けましたよ。またね、記者名義で入ってきた中国人の一部にビザの停止も行っていますね。保有資産の届け出を義務付けたということはね、何かあったら差し押さえるぞってことなんでしょうかね。今回の孔子学院の問題に関してね、経済評論家の渡辺哲也氏はね、8月14日のツイッターで、中国孔子学院の外国公館指定で大学は連邦政府補助金を得ていれば排除する必要が出ます。また関係者は留学等のビザでは米国にいられない、事実上の米国からの排除になります。孔子学院に関係している留学生は基本排除で再入国できないと、非常にね、厳しい見方をしていますけどね。実際はどうなっていくんでしょうかね。いずれにしてもね、全米奨学生協会によれば、6月末現在、米国内には75の孔子学院が存在し、うち66が大学や短大に設置されているとのことなんですけどね。今後はね、全くこれまで通りの活動はね、できなくなる可能性が高いのかもしれませんね。こうした動きに対して、当然のごとくね、中国側は反発してますよ。ポンペイオ長官の孔子学院センターを外国公館にするという発言に対してはね、おなじみの皆さんが大好きな、趙立堅報道局副局長は、中国と米国の共同プロジェクトの正常な運営を悪者扱いし、汚名を着せていると不満をぶつけた上でね、さらなる対応を取る権利を保留していると述べ、今後何らかの対抗策をね、取る構えを見せました。さて、どんな対抗策が取られるんでしょうかね。
まあ今回に限らずね、トランプ政権は今、まあ習近平国家主席率いる中国共産党体制に対してね、経済、外交、安全保障、人権などあらゆる分野でね、圧力をかけていますね。まあかつてはね、割といい関係にあったように、まあ、見えたんですけどね、まあ例のコロナの蔓延でね、まあアメリカ人が相当知りましたからね、まあ今や恨み骨髄という感じなんじゃないでしょうかね。そして今後ともね、トランプ政権が続く限りね、既存の国際秩序や自由民主基本的人権、そして法の支配という人類共通の普遍的な価値を脅かすいかなる行動も絶対に許さないというね、強固な姿勢が揺らぐことはないでしょうね。さて、翻って日本はどうでしょうか。北京の孔子学院本部のホームページによれば、日本国内にある孔子学院はどういうところにあるかというとね、早稲田大学、立命館大学、愛知大学、札幌大学、山梨学院大学など実に15大学に及んでいるということなんですね。自民党のね、杉田水脈議員は FBI がね、孔子学院をスパイ活動の拠点になっているとの、ね、疑いで捜査対象にしたことなどをね、重く見て、平成30年の衆院予算委員会分科会で大学等への孔子学院の参入についてね、日本は非常に無防備ではないかとの指摘があると強く訴えましたけどね、その後具体的な政策や監視強化との対策はどうなってるんでしょうか。ほとんど見られないんじゃないでしょうかね。というかね、山梨学院大学などはね、確か去年ですよ、新たに孔子学院を導入しましたからね。まあTikTok の件もそうなんですけどね、日本はアメリカ等が強烈な圧力をかけない限り、つまりね、強い外圧でもない限りね、自ら判断し自ら改善を図ることができなくなってしまってるんじゃないでしょうかね。最近様々な分野でね、まあ脇山で、ね、無防備なね、日本の実態にね、愕然とするとともにね、日本の政治家や官僚の無策無能ぶりにね、心底憤りを覚えます。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。